こんにちは、つちのこです。さあ、ゼルダ無双厄災の目視録やっていきましょう。まずアミーボから。アミーボでいいの来ないかな。ダイマックスラディッシュ、ゾーラの槍、ビファーだとゾーラの槍だもんね。さあ行きましょう。さて、少しだけですね、いろいろやりました。もうちょっとね、確かにみんなのレベルを上げてね、こう使えるようになっていきたいんだけど、こうゼルダ姫がね、あの光の矢に、光の弓かなに変わったので、攻撃がちょっといろいろ変わっちゃいましたけども、甲賀様とか使ってみたいね。レベル47。俺様を本気にさせちまったようだな。あ、光の弓を装備すればこっちで、多分あれだなこれを装備すれば弓じゃなくなるんだ。なるほど、まあ、光の弓でいきますか。これめちゃいいよね。力尽きた時に一度だけ体力全回復これちょっと飲んでいくか。美味しそう。これでいきましょう。お前もう一皿。よし、いきますよ。さあ今回苦戦するかな。行こうみんなで。おすげえ、甲賀様が。ついに封印の力が覚醒したゼルダ。さらには旧敵であったはずのイーガ団までも味方に加え、ハイラルの人々は今一つにまとまろうとしていた。そんな折、果ての砦に急報が飛び込んできた。始まりの大地でハイラルの残存兵が苦戦しているという。ゼルダはすぐに救援に向かおうとするが、ほほう、救援するぜ。みんなまだ戦っている、急がなければ。ですが姫様、遠すぎます。今から向かっても。やっぱり馬で移動してんのかな。はいはいはい、そんな皆さんに朗報だよ。あちらをご覧あれ。あ、塔が。あそこの端末から城の制御装置に干渉できないかいろいろと試してたんだよね。それが見事に大成功。シーカータワーは全機再起動したよ。やったね。おお。さ、みんな急いでシーカータワーであるか。移動できるってこと？例の移動機能を強化しておいたのさ。やりますね。そんな簡単に。それもこれもそいつに内蔵されてた謎の古代技術のおかげ。そういうわけでハイラル各地の塔へ、どこへでも軍勢丸ごと瞬時に移動できるはずだよ。じゃん、行きましょう。行ける、うん、戦えますかね。交戦中だそうです。みんな救援に向かってください。ちょっととりあえずレベルの高いゼルダとリンクを2つに分けるか。ここ戻りが大変だからゼルダをここにしよう。リーバルはこっち、甲賀様もはここ。これでどうだ。俺たちも状況がさっぱりわからん。若い衆、ちょっくら警察に行ってこい。イーガ団構成員が敵陣の視察を始めた。よし、まず必殺技をバシバシ決めていくぜ。その前にだ、合点承知の助。ストレスを解放して開口戦ピー助けてくれ。どうした。おいおい、これで
まず必殺技をちょっと試させていただく。気分が乗ってきたぞ姫。おお、かっこいい。沼ってクソかっこいい。よし、かっこいいね。ゼルダがかっこよすぎるんですが。おい、行くぞ。ほい、鬼やろう。よいしょ。なんだ、待って、祠の軌道のためにこの子を連れて行ってください。ニンニン連れてった。どう、あやや、ね、キャンセルされてるやん。僕今撃ったんだよ。食べる何食べたのね。開口線出せ、開口線あいちゃー、やったできた。あ、できてる、倒してる。いつの間にか。よし、いいですね。囲まれたか。え、ヒノクスたちと戦い始めた。助けに行きましょう。ヒノクスか、はいはいはい、あー、やべ、よし、ちょっと待てよ、もう一回使えるから。あ、やべ、スマッシュ。まずは黒ヒノックスをやっていく。くそほんやろ。あー痛いあー、ラッシュ入った。マッシュー、目ん玉プスーリ。相変わらずいい動きしとるの。さて、おーい、おお、なんか飛んでますね。まずは必殺技で足を転がしていく。さあ、ちょっと距離を置きまして、あ、待って、よし、あー、ちょっと、くっそ、よし、来た来た来た、スマッシュー。助かりました。祠へ向かいます。いい、おっと、ライネルがどこに現れた。え、そんな、こいつか。ほい、怖え。
はい。うわ、強え。ちょ待って、強えわやっぱ。なんだ、はい、オッケー、これ、スマッシュ。やっべ、かっぺえな。やっべえ。いけリーバル姫、リンク、あれ、どこ行った、どこ行った、ね、どこ、ふざけんな、ちょっと。あー、そっか、リンクはあれか、戻るよ設定してんのか。なるほどね。ラッピー表示、おいじゃ。あー、後ろ下がられた今。オッケーオッケーオッケー、危ない。よし、来た、ほら、お馬さんめ、お馬さんに乗って勝った、勝ち申した。さあ次は神殿迎えるようになりましたね。シーカータワーから快晴の祠へワープせよ。ワープ、おお、そこからワープなの。ほう、中入れた、やったね。一刻も早く助け出さなければ。怨念のガーディアンたちを倒し、ハイリア隊長たちを救え。あれか、一応ね、半分だけ残してくれるから、ちょっと一旦必殺って、危ね、倒せたよね。よ、え、倒せてねえの今ので。硬くね、硬えなこれ。ガーディアンが硬え、マジで。なんか中身出てない。あー、マジか。はよー、いやー強いっすな。ちょっと待って、他のみんなどこ行ったの。すげえ、ねえ、なにこれ。あ、わ、いけるやん。リーバル、わかってるさ。リーバルも、これ裏なんかありそうじゃない。裏怪しくない、なんか苦戦してる中悪いけど、なんか絶対あるでしょこんなの。あれ。これだけでした。これだけでした。やっちゃった。
木倒しといてあげたよ、代わりに。おお、すげえ、一直線で甲賀様が通っていったよ今。おろ、おお、リーバルも来た来た、待たせたな。先にリーバルとかが行っちゃったけど、え、配送寸前マジ、時間かけすぎた、急ぐか。リンク、あぶねえ。ちょっと間に合わなかったから、よー、いいよ、残念だったな。これなんかなんかプルプルしてるけど、羽ばっかりか。どこに現れた、そっち、これそのまま下降りたらやっぱやべえのかな。これ誰がいるんだろう、これ。あ、いけないんですね。ここは通れないから戻るしかねえんだな、マジか。うろうろさせますね。ここで戻れるの、なんか懐かしいねこれ。リンクが寝てた場所みたいな感じ。俺リンクが寝てた場所じゃねえの今の、始まりの大地だし、ここ名前。まずは行きますか。おー、びっくりした、爆発したよ。おお、すごい、マジやるやん、びっくりした、幹部やるじゃん。ビビった、幹部が倒してた。えい、やあ、オッケー、よっしゃ、モリブリンからやるか、よし来いや。間違えた、チク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 やるぜ、いっちゃあっち、あっち、おいよ、オッケー、乗り切れたみたいだね。魔物と戦っていたという先ほどの人物ですが、実は、え、そんな、まさか、誰、よし、懐かしの始まりの大地だったな本当に。見てみよう。不是。
これのおかげよ。おお、そこつながってくるか。これがわしを救ってくれたのだ。お母様の形見。おお、立て。おお、シーハガーディアンの盾だ。誰かの助けになりたいというお前の心、わしはその心に救われたのだ。真に己の責務から逃避していたのはわしの方だったのかもしれぬ。許せ。そんな。お父様はどんな時も誰より私を思ってくださっていました。これまでお父様が追われてきた重荷をこれからはどうか私にも負わせてください。なんていい子なの。ジェルダよ、お前はわしの、いやハイラルの誇りよ。お前の力があれば厄災を封じることも叶おう。各地に残る全ての戦力をハイラル平原に集結させよう。ゼルダと共にハイラル城を奪還するのだ。いやなんか総力戦の感じになってきましたね。ハイラル、仲間なんのハイラル。いやまさかなんだけど。マジか。ローム・ボス・フォーレム・ハイラル、厄災を討伐し平和な世界を取り戻すため指揮を取る予言に立ち向かう男。次どうなるの。まさかの仲間だったわ。次はハイラル奪還戦、推奨レベル54、不評。あ、もうあれじゃん、全員自由に入れ替えられる。ゼルダ、リンク外してもいいって感じなんだ。へえ。はい、ということで今回はここら辺で終わっておきましょう。次回ちょっと気になるけど、そのまますんなり進めるでしょうか。よかったらまた次も見てください。それじゃあ、つちのこでした。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録まだの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。